メンソレータムとは、元来、アメリカ合衆国のメンソレータム社が19世紀に開発し、同社、または同社とライセンス契約を結んだ会社が製造、販売していた塗り薬の商品名で、現在は同社を買収して、親会社となった、ロート製薬が製造、販売する OTG 医薬品の外用薬を含めたスキンケア商品のブランド名である。名前の由来は、 メントールとペトロラタムの組み合わせによる。日本では、ウィリアム・メレル・ボーリズが率いたオーミセールズ、株式会社がライセンスを保有し製造、販売していたが、経営破綻により返上。その後、ロート製薬がこれらのライセンスを取得し、資本、技術の全面提携を経て、1988年にメンソレータム社を買収して、自社の海外拠点とした。現在、 メンソレータムの製造、販売、商標権やマスコットキャラクターのリトルナース、またはナースちゃんの使用権はロート製薬が独占的に保有しており、その商標はルーツの塗り薬に限らず同社が製造、販売するスキンケア商品群全般のグローバルブランドとして商品名のみならず各国の現地法人の社名やロゴマークに至るまで使われている。リトルナースは 米国メンソレータム社が雑誌広告及び金属容器に使用していたキャラクターである。かつて天才子役として世界的に人気のあった女優シャーリー・テンプルがモデルではないかとの説が広まっているが、1928年生まれであり時代が合わない。メンソレータム社のデビッド・ムーアは創業者エ a ハイドの孫がモデルらしいと噂されている。 と同社社のの年春の社内報で述べているこのキャラクターは後に日本で復活するが、オリジナルは右向きの顔で描かれているのに対し、日本版は左向きになっている。大見兄弟社が日本でメンソレータムの販売権を持っていた時代に、商業デザイナーの今竹七郎がデザインしたものと言われる。リトルナースには、 家族の優しさや奉仕という意味が込められている。大見兄弟社が製造、販売権をメンソレータム社へ返還した際、リトルナースの商標権もメンソレータム社へ売却した。大見兄弟社メンタームは、大見兄弟社が会社再建のためにメンソレータムの販売権をメンソレータム社へ返上した後、残ったメンソレータムの製造設備などを活用して新たに製造。 販売した塗り薬である。主原料や効能は、メンソレータムとほぼ同じで容器のデザインも、告示しているが、メンソレータムが、黄色ワセリンを使っているのに対し、メンタームは、白色ワセリンを使っているため色合いが若干異なる。かつては、メンタームは、医薬品、メンソレータムは、医薬部外品とされていたが、今日ではいずれも医薬品とされる製品と、 医薬部外品とされる製品がある。製品パッケージの大きな違いは、シンボルだった、リトルナースの代わりに、メンタームキットが描かれているところである。医薬品、医薬部外品、化粧品の製品が混在するが、医薬部外品や化粧品の製品は、薬局、薬店やドラッグストアのほか、医薬品を取り扱わないスーパーや、コンビニエンスストアホームセンターでも取り扱っている。 以下の製品は日本国内向けのもので、海外にも日本でのブランドは存在するもの、日本では発売されていない製品もある。メディクイック、フレディ、ザラプロ A には上からロートのロゴマーク、メンソレータムのシンボルマーク、メディカルの順に配列し、赤で囲まれた治療薬専用のサインが表記されている。以前はアクネス25、エクシブ、ヒビプロ、 カブレ何にも表記されていたが、リニューアルやパッケージ変更などに伴い、順次表記が廃止されている。日々、赤切れ要薬やく賃加油荘薬失神、皮膚炎要薬にくニキビ治療薬水虫、他、虫要う更新要薬日々、赤切れ要薬乾燥性皮膚、要薬皮膚軟化薬秩用,外,用薬外,要外要薬、要外飲用外要薬実質自用外要薬、消炎鎮痛薬当社 HPE によると、 メンソレータムのラブは1976年に発売された外洋省エンチン剤で、ラブはロシアルーブルすなわちすり込むという英語の意味を持つ。傷消毒保護用万創膏洗顔料、化粧水日焼け止め性乾剤リップクリーム、リップジェリーハンドクリーム、爪集中補修クリームクリームヘアキャー以下の製品はロート製薬の製品情報サイトには掲載されていない。 外皮薬スキンケア、ありがとうございます。